ダンドナルド伯爵国蘭家の紋章ダンドナルド伯爵はスコットランド貴族の伯爵位。スコットランド議会議員だったダンドナルドの初代国蘭教、ウィリアム・コクランが1669年にジョイされたのに始まり、以降その男系男子によって継承され続けている。2020年現在の当主は第15代ダンドナルド伯爵イアン・コクラン。1854年の 第10代ダンドナルド伯爵、トマス・コクラン・スコットランドエアやレンフルーの王子主で、エアシャー選挙区選出のスコットランド議会議員だった、ウィリアム・コクランは、1647年12月26日に、スコットランド貴族社位ダンドナルドのコクラン教に、ジョイされた。彼は1648年に、チャールズ一世に代わって、スコットランドに兵を集める目的で、アイルランドへ派遣されている。 1653年に、ペイズリーに土地を獲得したが、その翌年にはクロムウェルから罰金を課された。王政復古後の1669年5月12日に、スコットランド貴族爵位のダンドナルド伯爵、ペイズリーイコール王の国乱教にジョイされた。初代伯のひ孫にあたる四大伯ジョン国乱は、1713年から1714年にかけて、 スコットランド貴族の貴族代表議員として、英国貴族院に議席を保有し、トーリー党に属した。初代白のライマゴにあたる八大白、トマス・コクランは、陸軍において少佐まで昇進したほか、就職前の1722年から1727年にかけて、レンフルーシャー選挙区から選出されて、ホイック党の庶民議員を務めている。 1730年から1764年までは、スコットランド物品税委員を務めた。八大博の孫の十大博、トマス・コクランは、王立海軍軍人として、ナポレオン戦争で活躍したが、1814年に、株で詐欺を働いたとされて、海軍や議会から追放された。その後、1817年から1823年にかけて、 対スペイン独立戦争中のチリ、1823年から1825年にかけて、対ポルトガル独立戦争中のブラジル、1827年から1828年にかけて、対オスマン独立戦争中のギリシャにおいて、独立を目指す各国の海軍を指導した。ブラジル滞在中の1824年には、ブラジル皇帝ペドロ一世より、 マラニャン公爵という非世襲爵位を与えられた。1830年には圧縮空気を利用した軽損工法の特許を得、協力建設の進歩に貢献した。1832年に恩赦を受けて、王立海軍に復帰し、最終的には海軍大将まで昇進。軍艦に蒸気機関を使うことを提唱した。 現在の当主は十大博のライマゴにあたる十五大イヤン・アレグザンダー・ダグラス・ブレア国蘭である。本邸はスコットランド・アーガイル・レダイグロフ・ホネル城。現当主イヤン国蘭は以下の爵位を保有している。ありがとうございます。